はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回は斉藤豊頼みの雷神43、朝倉未来の策略と柔術界に冷遇されるクレベルについてです。6月に次の雷神43が北海道で行われます。ただこの北海道の大会のカードが弱すぎる、全然お客さんが来ないんじゃないか、ペーパービューが売れないのではないかと話題になっています。なかなかすごいのですが、そんな中まず第一試合目がジモキックの愛斗選手と小出選手です。次が星久保選手と頑張れ古川くんです。そして次がジモ MMA の渡辺さんと安住さんです。そして次がまたジモ MMA で丸山さんと早坂さんです。ここでも4試合目です。で5試合目、これはライズのキックボクサーですが、平野さんと山川さんです。で、ようやく6試合目、栗山さんと熊谷さんでしょうかね。熊谷さんがやって、で6試合目、ライジンの、関哲也選手と遠藤さんの試合で、ようやくこれは7試合目から興味が湧く試合となります。これが何が興味が湧くというと、東京トライブ MMA、長男さんのジムの後藤丈司選手が出場するので、しかも相手は井上直樹とも戦ったトレンドガーダム選手で、強い選手です。今、バンタム級が堀口選手と、オギチャンネルがいなくなって、かなり層が相模オリジナル丸々に薄くなっていますので、ここで後藤丈司選手が上がってくれば面白いというのもあるのですが、実は長男さんのジムというのは、雷神と仲高いではないですけど、ワンに送り込むジムでしたので、雷神とたもとを分かつ感じだったのが、なんと今回東京トライブ MMA のピラニアジムから津軽海峡を越えて後藤丈司選手が出場するのです。後藤丈司選手は、シュートで、上位ランカーで北海道大学出身といういわゆる旧帝大出身の秀才です。その選手が格闘技強くなることを求めて東京に練習環境を求め行き、そして今回故郷に帰ってくるという非常に楽しみな一戦となります。そして次の試合も飯田立夫 VS 新井卓選手です。こちら飯田立夫選手はこの前サスケ選手にタイトルマッチでシュート負けてしまいましたが、かなり力のある選手で、ニースグルは、TikTok も面白い。実はこの同級生対決みたいです。どちらも北海道対決なので、ここは実力者同士など面白い対決が見れるのではないでしょうか。そして次が怪物くん VS 西谷大成選手です。これはいわゆるボンサイントップチーム VS 朝倉トップチームの戦いです。ここが上手いのなと思ったのが、朝倉みっくんが怪物くんを指名したそうです。で、今回怪物くんが指名されて、なかなか厳しい戦いだと言われてますが、実は怪物くんはまだまだ MMA 選手としては非常に実力がまだ低い選手なのです。キックではもう世界を見据えて世界トップ級の選手でしたが、MMA は実は2勝しかしていません。その1勝目がプロレスラーの奥田です。奥田は全敗、確か0勝5敗とか、MMA は全敗で、素人に毛が生えたようなプロレスラーなので、勝って当たり前です。そしてもう1勝も実はほぼ全敗の選手です。雷神1勝4敗のどこでも勝利なのです。雷神のカマセーヌ、負け役として雇われてるだけです。ただ、その1勝も、いわゆる鈴木千尋選手にラッキーパンチで10秒ぐらい勝ったものなので、実質全敗です。実質雷神全敗と MMA 全敗の選手に勝っただけなのが怪物くんなのです。ただ、ネームバリューはあります。ですので、非常にうまいマッチメイク。これで西谷選手が勝ったら、西谷選手の株がガーンと上がるようなマッチメイクなんですが、実際はどうでしょうか。そんな強いところまだ怪物くんは見せていないのです。しかも西谷大成選手は朝倉のトップチームにいるだけで、強くもなく弱くもなく花もない選手ですので、僕的にはあんまり雷神には上がってほしくないかなとは思っています。どっちかというと5名選手に雷神で上がってもらってスターぶりを見せてほしいところです。そして次の試合、大島沙織ちゃん VS ソルト選手です。これ実はソルト選手はストロー級の選手で、大島沙織ちゃんはミニマム級みたいな選手なので、ちょっと階級の差がありすぎなので、怖い試合になるのではないでしょうか。膝が当たりそうです。そして次、関根シュレック汚い顔秀樹 VS 上田さんの試合です。これはプロレス対空手ということで、そういう目線で見れば面白い戦いにはなるのではないでしょうか。ただ上田選手はデビュー戦で高坂さんに、普通は高坂さんが引退試合なのでボコられて負けると思ったら逆にボコられてしまったので、ここでシュレック選手、いわゆるプロレスラーに負けてしまえば、かなり親父狩り返しをされています。高坂さんも50近く、関根シュレック汚い顔も50近くなので、もう親父狩り返しされたらもうちょっと引退を考えないといけないぐらいやばいと思います。そこは見どころでしょう。そして次の試合、ヤチクンド VS ザックゼイン選手です。ヤチクンドは前線でボクシングの試合しか最近やってない1階級下のボイドアレン選手に勝ちしました。もうかませぬです。で、今回もまたまたチョコボール武田選手に完敗したザックゼインというかませぬ
もう2連チャンかませるので、勝ち星だけを上げたいような選手になってしまいました。ですので、勝手に札幌雪祭りでも頑張っていただければと思います。でそして、これがセミメインとなります。セミメインが、ヤバいドおやじみの梅野源氏 VS 鈴木千尋選手のお兄ちゃん、鈴木ひろき選手です。まあ、鈴木ひろき選手も戦績はよく、まあ、ワンでは負けてしまいましたが、おそらく強い選手でしょう。ただ僕はちょっともう、ムエタイっていうのは日本人の人口が相模大になりどころか、中出しレベルで少ないので、あまり興味がありません。であればもう、ライジンキックだけに統一して、キックの中でやっていただければと思います。そして、メインイベントが、我らのダルシム小池 VS、KO する、KO しない、一本決めるという、わけのわからない寸劇をやってきた、一人宝塚歌劇団のオスカル鈴木です。これがメインイベントで、正直に話すと、これしかお金が取れる試合はないと思います。ペーパービューにしろ、試合会場に行くにしろ、これぐらいではないでしょうか。後の試合は、まあ、やっつけとなるので、かなりペーパービュー売り上げも下がり、入場者数も少ないと思います。ただ、地元枠がチケットを買うという目論みなのでしょう。そんな中、ダルシム小池は本当に強い選手で、ただ、ダルシム小池に勝てる可能性がある選手というのは、パンチで KO できる選手です。朝倉未来のような蹴りや膝じゃなくて、パンチで失神 KO できる選手だと思っています。その一人が、オスカル鈴木、そして平本の蓮君、そして、ブガール・ケラモ選手だと僕は思っています。この3人が勝てる可能性がある選手なので、オスカル・チーロも今回もしかしてのミラクルは起こるかもしれません。ただ、本当に人気がない興行となり、ペーパービュー、そして入場料、興行収入は危ないでしょう。ですので、今回、我らのシュート、ライジン、ラーメン三冠王の斎藤豊選手がアンバサダーとして、ラーメンアンバサダーとして立ち上がり、ファンイベントをするそうです。そこで、斎藤豊選手の人気ぶりで、ツアーを組んで、どうにか興行を成り立たせると思います。というのもちょっと寂しいのですが、なんと、柔術界っていうのは、できたら柔術の代表として僕は、ダルシム小池を応援してほしいという思いが非常にあります。ただ、ダルシム小池選手は、ちょっと内装屋の仕事をやって、トレーナーをやって、ファイターやるような、いろんな三足のわらじなどを履いて、そんなに家族もいるので、ファイターに注力してるかどうかっていうのは疑問なところがあります。柔術界全体で応援して、スポンサードすれば絶対やっていけると思うのですが、そこが薄いなと感じてます。というのはライジン42でサトシソーダ選手がスパイクカイラルト選手と戦いました。そこでダルシム小池と磯部師範という方が YouTube を撮ってたのですが、なんとこの磯部師範という方は同じチームにもかかわらずライジン42に、まあ、行きもせずに、まあ、ペーパービューぐらい買ってるだろうと思ったらペーパービューすら買ってなかったのです。同じチームの柔術界の代表するサトシソーダ選手が試合するのにペーパービューも買わずに、なんか変なゲームを買ったらしいんですが、ということはおそらく柔術業界というのはあまり支援をしてくれないでしょう。同じチームの師範でさえペーパービューを買わないということは、サトシソーダ選手にしてもクレベル選手にしてもいまいち支援スポンサードが少ないと思っています。ですので柔術業界の人は柔術を代表してクレベル選手、そしてサトシ選手は戦っているので応援してほしいものです。万が一ここでクレベル選手負けてしまうと、オスカル鈴木がフェザー級のチャンピオンになってしまい、しかもオスカル鈴木が唯一ライジンで負けているのがどこでも勝利という、フェザー級最強王者がどこでも勝利という最悪な状況になってライジンは潰れてしまうでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日午前中に堀口教授ツーショット撮影会がありますので、よろしければ皆さんご参加ください。そして夜10時からもライブ配信しますのでご覧ください。それではさよなら。